皆さんこんばんは、スルメです。今回はね、秋ということでキノコパーカーを着てみました。はい、こちらね、あの去年マイデザで適当に作ったやつなんですけど、多分ね1回しか着てないので、せっかくなのでまた着てみました。意外とね可愛いですよね、シンプルで。はい、まあすっかりね秋になったということで、おっ、松茸生えてる島にもねキノコが生えております。もうすっかりね地面も秋らしくなって、木もねこうやって完全に紅葉になってるわけで、キノコもね生えてるんですよ。そうなのに私全然ね秋らしいことしてないなってことに気づいたので、ちょっと今回は冬になる前にねしっかり秋を堪能してやろうじゃないかと思ったんですよ。そうだから今回はちょっとゆるーくね秋を満喫していきたいなと思います。こうやってね紅葉を見ると気分が紅葉しますね。はい、ということでですね、やっぱり秋といえば食欲の秋かなと思うんですよ。で、私レシピね結構集めたんですけど、キノコレシピねちょっとコンプできなくて、キノコのポタージュ、キノコのサラダ、キノコカレー、キノコのピザ、なめたけ、そしてヒラメのソテー、これもねなんかキノコがあんかけになってるので、これもキノコ料理なんじゃないかと思うので、はい、このキノコ料理たちをね今回作っていきたいと思います。そう、キノコ料理はね、あとキノコのクレープとキノコのアヒージョがねあるみたいなんですけど、ちょっとゲットできなかったので、またね今度作りたいと思います。え、ちょっと待って待って、ちょっとこれでキノコレシピ出てきたら私めちゃめちゃ運持ってる人みたいな感じになりますよね。ちょっと運試しでこれあるかな、来るかな、キノコ5000ベルかい全然運なかった。いやでもちょっと一応ね今日のメッセージボトルまだね見てないのでチェックしよう。ありました、金箔の襖、あ、でも持ってないやつだ、よかったなかなかレシピ集めって難しいよね。もしかしたらね住民さんが料理してるかもしれないので、ちょっとそれもチェックしますね。風邪ひいてんじゃん、大丈夫かわいそうまあでもねやっぱ秋といえば風邪みたいなとこもありません？なんかこの季節の変わり目って風邪ひきやすいじゃないですか。なんでそれで引いちゃったんだろうね、ハリマを。いつも体鍛えてる割に意外とこういうのに弱いんですね。あら、ビンタ、ハリマオにお薬買いに来たのそんなわけないかそんなわけなかったはい、これですぐ治りますよよかった、いつものハリマオに戻って。デリバリージャケット今お薬デリバリーしたからかなうん、デリバリーですね。ジャック料理してそうだな。はい、寝てましたねかわいい。いやでもこれ食欲の秋ではないけど睡眠の秋なんじゃないですか立ったままね寝ててめっちゃかわいいなんかの敵を倒してきたんかな、格好的に。起こすのもね申し訳ないので帰ろ。じゅんくんは料理してるんじゃないか。お、めっちゃ料理してる。おにぎり作ってるよ絶対おにぎり作ってるよね、じゅんくんね、かわいい。来い、かぼちゃのカップケーキか。あ、でも初めてだ、初めてのレシピだわ。ありがとう、じゅんくん、嬉しい。いいですね頭におにぎり頭におにぎり乗せながら料理してるじゅんくんめっちゃ面白いんだけどかわいい、かわいすぎる。いいものが見れましたまあでもこれで食欲の秋、睡眠の秋、風の秋、三大秋が揃ったということではい、ではキノコ料理作っていきましょう。
い、ではね、私が持ってるキノコレシピは全部作ったので、あとはね、盛り付けていきたいと思います。できました。はい、キノコ家具を並べて、先ほど作ったね、キノコ料理と、あとね、この木の実のランプと、あとさっきね、ジャックに教えてもらったかぼちゃのスコーンもね、せっかくなので作りました。はい、ではここにね、住民さんを呼んで、みんなと一緒に秋を満喫したいと思います。はい、ということでですね、ビンタとビアンカに来てもらいました。もうね、ビアンカなんておにぎり帽子かぶってめちゃめちゃ食べる気満々といった感じでございます。はい、こんな感じで、まあ、キノコ家具をね、置いたりとか、キノコを生やしたりとか、こちらのね、さっき作ったキノコ料理を並べてみました。めちゃめちゃ美味しそう、とってもいい感じでございます。やつがこっちを見ている。はい、ということで、仲間に入りだそうにしてたのでね、ジャックも呼びました。まあ大勢でね、食べた方が美味しいですからね。わ、こんなところに大きなキノコが生えていると思ったら、キノコのテーブルか。スライム内の自然の中でも違和感なく馴染んでるね、キリ。お褒めの言葉をいただきました。わ、この画角めちゃめちゃ良くない？なんかすごい、みんなで和気あいあいとしてる感ある。こんなところにキノコのスツールがあるのって、なんだか森の奥にいるみたいで癒されると思わない？素敵ね。なんか家具の方ばっかりみんな反応してくれる。食事にあんまり何も言ってくれない。僕お絵描きが大好きなんだ。色鉛筆にクレヨンに絵の具、いろんなもので描くんだよ。全然食事関係ない。お絵描き、まあ芸術の秋とも言いますからね。はい、ということでですね、今回は秋を堪能してみました。はい、今年はね、なんか秋っていうのを感じたっていうのがあんまりなかったので、今回ね、ギュッと秋を凝縮して詰め込んでね、楽しめたのでよかったなと思います。ちなみに私の推しキノコ料理はピザです。はい、こんな感じでゆるっと楽しくあつ森やっております。この動画が少しでもいいな、キノコ料理美味しそうって思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価、コメントなどお願いいたします。はい、次回の動画もぜひまた見てください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。